グループディスカッションならではで見たいポイント、すごい難易度が高い会社のグルディスが受かるのかっていうと、どうもしゅんです、こんにちは。今回はこれからグループディスカッションを始める方や、何回かしたことあるけどまだグループディスのやり方わからないという方に向けた動画になってます。就活生に来ていただきました、立教大学外国語学部英語学科3年の高橋鈴香です。東京農業大学3回生の中村海です。立教大学観光学部観光学4年の杉井玲奈です。明治大学政治経済学部3年の中原和之です。今回面接官は宇治の岡本さんにお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。グルディスのポイントをはじめに教えていただいてもいいですか。基本的には普通の面接と大きくは変わらないっていうところが大前提になるので、しっかり笑顔を見せるっていうところだったり、そういう部分が大事なのは変わらないんですけれども、グループディスカッションだと1対他とか面接を受ける方が多くなる。こうなると何が変わるかというと、チームで何かをするであったりとか、協調してみんなで何かを成し遂げていく、そういうことの能力があるかどうかみたいなことがグループディスカッションならではで見たいポイントだったりするので、そういう点を意識して臨んでいただければいいんじゃないかなと思います。本日のグルディスのテーマは、20年後に消える職業の中でインパクトが大きなものは何ですかというお題で話していただければと思います。時間としては15分間まず話をしていただいて、終わってから1分程度で誰か代表者の方選んでいただいて、話した結果こうなりましたよっていうところを発表していただければなと思います。よーい、始め。よろしくお願いします。お願いします。グループディスカッションが初めてなんで、最初にどれ試したんですか。わかんないですよ。一番最初は多分その役職みたいなところを決めるんじゃないかな。タイムキーパーみたいな。なんでしょう、タイムキーパーと、あとファシリテーターと発表者と、あとは、まあ、初期の方が多分この4人なんじゃないかなって自分では思って。ちょうどいいですね。そうですね。なんか決めちゃいました。そうですね。タイムキーパーと、そうですね、やりますね、タイムキーパー。はい、よろしくお願いします。ゆっくり真ん中に置いたら問題ないかもしれない。ナイスアイデア。はい、ありがとうございます。あと多分14分ぐらい。そうですね。じゃあ、発表者と、あと初期と走りていたんですけど、なんかどれかやりたいな。めちゃくちゃあのジーキさんのやつ、多分初期向かないですね。はい、発表します。はい、はい、じゃあ、どうしましょう。じゃあ、初期、はい、やります。正解で、はい、お願いします。はい。業務の分け方決めます。そうですね。あ、最初その言葉を聞いたりとか、そうですね、なんか職業とどんな職業があるかだったりとか、うん、インパクトって、なんか人に対してインパクトがあるとか、はい、いろいろ現地があると思うので、その確認です。2分ぐらいで大体に判断して。はい、まず何だろう、なんで消えるかってことですか。まあ、20年後ってところ、じゃあ20年後何起きるのかみたいな、あ、そういうところ。はい、時間の2分ぐらい。あ、消えちゃいました。はい、ごめんなさい、すいません。2分で確認して、はい、その後2分ぐらいで現状確認しますか。で、その後話し合って10分ぐらいさ、多分ちょっと時間が経った方がいいです。そうですね、3分ぐらい、7分ぐらいで上げ出し合って3分で求めるタイムがありました。はい、お願いします。はい、お願いします。3分ぐらいまで、じゃあ3分ぐらいもらってみましょう。はい、はい、じゃあ確認します。グルディスの2041年にこう亡くなる職業みたいなことで、なんだろう、こう職業っていろんな職業があると思うんですけど、はい、はい、なんだろう、消費者向けなのか、顧客向けのサービスなのか、企業向けのサービスなのか、こういろんな職業があると思うんですけど、どういう分類にしますか。今私20年後ってあったんですけど、想像できないじゃないですか、ね、だから今の20年前考えて何がなくなったのかっていうのを考えていくと、ちょっと分かります。すごい、なんかここの20年間でなくなったもの、20年、今後20年なくなりそうなものでもですね、例えばじゃあ AI とか、うん、そういう機械の、まあ、効率化みたいな部分でもいろいろ変わってくると思うので、うん、まあ、その AI っていうことは一つなんか大きなワードにはなっちゃう。AI。AI が発展することでどんなものがなくなるのか。まあ、他ももちろんその機械での効率化とか、うん、あったりすると思うんですけど、他に何かありますか。機械の効率化。
あとはもう、まあ、多分ないと思うんですけども、もしかするとこのままコロナの影響がずっと続いていくみたいな、そういうことを考えるのかな、もうそうなったら、今とかだったら、アパレル業界とかがもうずっと下がってくるんで、はい、もしかしたらどんどんそのアパレル業界になっていくみたいな、そういうことも考えようかなって、そう考えます。そうですよね。家向けなのか、それとも国向けなのかみたいなところで、インパクト大きいって誰に対してのインパクトなのか。家庭向けだったら、すごい考えやすいなと思ったんですけど、なくなるっていうので、その食料がなくなって、その貧乏になっちゃう人とかが出てくると思うんで、それで考えたら家庭っていうのは、身近なのですごい考えやすいかなと思いました。そうですね。インパクトが大きいの意味が、はい、その家庭が身近にあるもので、はい、なくなっちゃうもので、はいはいはい、家庭へのインパクト、家庭へのインパクトっていう、はい、じゃあ結論の職業っていう意味では、うん、業界先ほどの若者さんに考えたのでアパレル業界って業界から考える関数インパクト最もインパクトっていう意味ではそのマイナスのイメージで与えるインパクトという、うん、こういう前提を進めていく形で、はい、ありがとうございます。AI とかコロナでなくなっていきそうな仕組みがあるのかなんですか。衰退していく業界や、はい、業界ですか。業界ですか。なんですかね、圧倒的にやっぱ教育系、教育系、僕もともと早稲田アカデミーってことでアルバイトしてたって言ったんですけど、はい、今もコロナ禍とかあってからその、はい、Zoom みたいなの使ったやつが増えてたりしてるので、はい、なったらどんどん教員っていうか講師が数的にはあんまり、まあ、それこそもう一回も撮影しちゃえば結構もうずっと使えるようになるんで、はい、その講師って言ったらなかなかうまくなってことが分かりました。あとはそのまあちょっと業界とは離れちゃうんですけど、例えば今その何でしょう、その完全に無人でできるレジとか、はい、そういうことを考えたら結構レジも人がいらなくなったり、そういう接客業みたいな部分も、ああなるほど、結構その人っていらなくなるのかなって思って、まあ、そうですね、接客業もなくなるみたいな。なるほど。結構近くの案件でいうと人口減少だったりとか、まあ、労働力が不足するっていうところに何か元どおり家族業かなっていうようなイメージがあるんですか。そうですね、すごい議論されてしまったんですけど、マイナスのイメージってあったんですけど、今のこの塾の話を聞いて、それだったら学生に一番インパクトが大きいかなと思って、今って可能タイプが好きだと思うんですけど、それがもう全部オンラインにしちゃうみたいな感じで、インパクトが大きいと考えたら、学生だし考えやすいかなって思ったんですけど、そうですね、その最もインパクトが大きいのタイプを学生にとっても入るインパクトが大きい、はい、先の家庭から学生に入るんですか。でもなんか自分の芝居感とか考えやすくなってます、はい、2041年の職業の中で学生にとっても入るインパクトは、はい、学生でした。最近すごいな、最近ペッパー君とか多いですもんね。そうです、ファンとか自分の人の中でもペッパー君なんですけど、面白いです、確かにやっぱり、まあ、学生ってことを踏まえると、さっきおっしゃったその、まあ、オンライン、まあ、いろいろ大学もオンラインとか、あオンライン化とかも進んでるので、そういう面では教育って結構でかいかもしれない。まあ、そうですね、職業で言ったら教員になるんですか。学生のインパクトっていうところを考えると、そうですね、ちょっと難しい。学生そうだったらちょっとインパクトでかいですね。学生にこう携わる職業をイエスみたいな感じで上げていくの、そうですね、はい、先ほどマイナスのインパクトとおっしゃいましたか。プラスでもいいのかな。そうですね、なんかインパクトマイナスとプラスで分けても良さそうですね。
決めるんですよ。だから対応の中で。そう。まあ、いい感じで進んで、すぐ、あなたは分かりますか？はい。はい。続けます。失敗ありますかね？学生に関わる職業。難しいです。そうです。確かにな、言われてみたら。通勤とかなくなったわけですね。経理職業ですもんね。難しい。あ、そうか、そうですね。経理職業ですね。すいません、先ほど言ってました。事務職業だと塾講師。結構通信系の、あの塾とかが多くなりそうです。そうですね。なんか学校の教員って言ったら、なんかその教えてるだけじゃなくて、生徒さんもなんかその心のケアみたいなことも含めてるんで、そういったやつは結構と AI とかだったら厳しいのかなと思って、だったらまた塾講師の方が計画率としては高いんだかなって、まあ、教えるだけっていうのがあるかな。なんかその学生っていうのにの絞られすぎると、うん、結構教師っていうところにみんなのアイデアがなんか集中してはりすぎたりとかっていうことで、うんうん、結構まだ発想の時間が多くなってきて、確かにでも他の部分を考えてみようかなって思って、それこそさっきの10年前からどう考えてみるとか、うんうん、あのインパクトを今結構学生っていうものに絞って、その学生にとってのインパクトっていうのは、まあ、何でしょう、今塾講師とか教師と言ってきたじゃないですか、はい、だったらそのインパクトの定義をもうちょっとあの広めてもいい感じです、うん、一番最初の定義かな、うん、まあ、あの一番最初の自分の意見に引っ張られちゃうんですけども、それで例えばあの、まあ、家計へのインパクトで言ったら、その例えば接客業の減少とかで、うん、結構そのアルバイトも少なくなって家計の所得が減少したりとかみたいなのを考えられるかなと思って、そういう意味で今はその学生目線で の, あの、まあ、学生に関わる職業の中でインパクトが大きいのはそのまあ教師だったり塾講師っていうところなんですけど、まあ、学生以外 の, あの定義ももうちょっと出てもいいですか。その学生のレイヤーを分けてみたいな、あの今、うん、学生以外のお考えてみたいな、うんうんうん、結構もそこに座っててもいいと思う、うん、インパクトが先ほど、そうですね、あの家計へのインパクトっていうことでいうと、あの、まあ、接客業とかそのアルバイトが減って、うんあのまあ、所得が減る部分が大きい、うん、例えば、接客業が離れてきたら、アルバイトが必要になったりとか、そういう審査の計算ができるかと思うので、そういうインパクトが大きいんじゃないかっていう感じの話です。はい。で、接客、その20年後、消える職業って何だろうっていうのと、家計へのインパクトが大きくて消える職業って何だろうって考えてるんですよ。職業ですか。接客業から考えてますよ。接客業は…時間がないと3分。サーフィンということですね。うん、そうですね。少しまとめ、まあ、そうですね、まとめつつ。今出てきたんで、なんか、給食業って出てきた。接客業と教育業界の会、特に塾講師とか。それもつながりますね、家計の。もう時間的になんかもう接客業でこれから仕事を取ってるのなんで塾講師とか、うん、こんな感じでかみたいな方にを考えてた方が、まあ、時間的にいいのかなと思いました。はい、最後にまとめていきます。まとめ的には最終的にその塾講師などがなく、あの、うん、なくなるよっていう話を、うん、あ、そうですね、はい、利用対するインパクトがあると、まあ、中学高校、大学生というところで、どういうインパクトがあるかでいうと、その
今まで、なんだろう、まあ、教材が本だったりとかしてるのが、効率的に入っていかせるみたいな感じなんですね。はい。だから、大学生とかからしたら、もうアルバイトになっちゃうんで、エンタメも結構、インパクト強い。塾講師がどうしてなくなるのかみたいな、そこの部分を発表の時に言った方がいいと思います。でも初めに言ってくれたら、そうですね、IT 化であったりとか、うん、まあ、最初に塾講師がなくなると思いますっていう話をして、その後の IT 化であったりもないかという理由で、うん、ないですよっていう話の方が綺麗かなと思います。結構、少子高齢化が難しくなっちゃうから、うん、教育の会が追加していくみたいな、うん、いいですよ。そういうこと20年前から来た感じで、あ、そうですね、どのくらい減ったのか、あ、20年前だと思った、そうなるか、来たかと思った、ね、それは数字は変わった、でも確実にその IT オンライン化っていう部分では今20年前より全然進んでいる、あ、そうですね、確かに、はい、そうですね、発表者の私は、ね、今発表の仕方としては一番最初の塾講師がなくなりますということで、はい、その後理由を、まあ、IT 化であったり教育業界の衰退ということを言って最後にもう一度こう結論をということしてお願いします、はい、大丈夫ですか、はい、ということで皆さんお疲れ様でした、お疲れ様です、はい、よろしくお願いいたします。発表させていただきます。私たちは、まあ、結論としてインパクトが消えて最も大きい、消えてインパクトが最も大きい職業として塾講師などの教育業界に携わる職業というものを挙げました。で、まずこのテーマを考えるにあたってその定義づけ、言葉の定義づけをしたんですけれども、まあ、まず20年後というところで、まあ、AI 化であったり IT 化であったりそういう、まあ、業務的な効率化が図られるというのを前提としておいて、さらにインパクトっていう言葉の定義としては、まあ、私たちは学生ですので学生に携わる職業でインパクトが大きい職業というふうに定義付けをしました。その結果、まあ、先ほども言ったんですけれども塾講師が、まあ、消えてインパクトがとても大きい職業として挙げられました。まあ、その根拠としてはまず2つありまして、まず1つ目がその IT 化とオンライン化が今とても進んでいるということで、まあ、20年前から比較しても今って結構その IT 化であったりオンライン化っていうものが進んでいるので、これからも進んで、まあ、塾講師の人数っていうのはどんどんいらなくなってくるんじゃないかなと思います。で、二つ目としては、その教育業界の衰退ということで、まあ、先ほども20年前と比較をしたんですけれども、まあ、20年前に比べて、やっぱりその教師数であったりは少なくなっていると私たちは予測しました。なので、その中でもやっぱり AI 化であったり、その効率化の部分でしっかりと促進されて、まあ、塾講師っていうものの需要が減っていくんじゃないかなというふうに考えました。まあ、以上の理由で、塾講師が、消えるというふうに考えました。以上です。まず岡本さんの方から総評としていただけると嬉しいです。総評としては、おそらく皆さんグルディスってどういうものなんだろうは調べてきてくれたんじゃないかなとは思います。なのでそこの基本的な部分は OK かなと思います。そこから先すごい難易度が高い会社のグルディスが受かるのかっていうと、まだそこには到達できてないのかなっていう部分がありまして、その問題を定義するというところも定義してはいるんですけれども、まだちょっと柔らかい部分があって、話が行ったけど戻ってしまったっていうのを何回か15分の中であったと思うんですね。これなんで起こってるんだろうっていうと、最初に定義した部分がやっぱり曖昧な部分があるので、議論がこう前に進むっていうよりも違う方向に行ってしまったりとか、最終的に出た結論っていうところも本題に対して切り込んでいってるかっていうと、とにかく時間内に終わらせてある程度形にしなきゃいけないから、よしこれでいこうという風な結果になってしまっているのが少し出ちゃってるなっていうところはもったいなくて、それが今後の伸びしろだなっていう風に思いました。中原さんから、はい、一番最初にですねすごい良かったのが、スタートしますっていう時に役職をまず決めたらいいんじゃないですかねっていう、最初にすべきことっていうのを提示してくれたなというふうに思うんですけれども、一歩目踏み出すのすごく勇気がいることなんじゃないかなっていうふうに思うので、そこを入ってくれたんでロスはなく話が始まったっていうところは非常に良かったなっていうふうに思います。あと議論の中で話を進展させるようなアイディアというのもすごく出してくれていて、 AI とか発展したら影響するんじゃないのみたいな案を出してくれたと思います。
思うんですけれども、やっぱり今後の職業どうなっていくのかっていうところに大きく影響がある部分はやっぱり AI だったり IT っていう部分なのはすごく重要なポイントなので、話の核心をついて一歩前に進めるということができている意見だったなっていうふうに思われます。逆にもったいなかったなみたいな部分でいくと、チームで決めたこととしては、インパクトってどういうものなのかっていう時に、マイナスのインパクトが大きいものっていう定義で始まった時にですね、出てきた案としては、レジが自動化したら接客業がなくなるんじゃないかみたいなところで、話が定義に沿ってない自分が思うなくなりそうなものみたいなのをポンポン出す時間になったりとか、こういう方向性で話してるのに違う方向性で思ってるのが出てしまった時に、全体としてあれっていう風になった空気が何度かあったなっていう風に思うので、違う気を出すのは全然 OK なんで、出す時にはまず最初にどういう仕事がなくなるかから話していきませんかみたいなところから話を持っていくと、みんなついていきやすいと思うので、より意見が通りやすくなったりするんじゃないかなっていう風に思いました。かけひさん、すごくいろんなことに気づけて鋭い方なんだなっていうのがこの短い時間でもすごく伝わってきました。一番最初の瞬間でもタイムキープするんだったらここに置いたらいいんじゃないみたいな、パッとみんなが分かるようなことを伝えたりとか、前提の確認をしましょうっていうところで違う方向に行った時に戻す役割っていうのをやっていたのが、すごくかけひさんが一番多かったなっていうふうに感じます。それもですね、結構クリティカルな部分で修正しようとしてくれているところはすごく感じて、学生にまず絞ったところも、なんで絞るかって特にない中で学生になって進んでいて、話が進まないなっていう時にどうにか戻そうと思って、学生に絞ってるのが違うんじゃないかな、もしかしたらもっと違う視点で考えてみると進むんじゃないかなっていうふうに言ったの、これがですね、チームに対してすごく貢献度が高い意見だなというふうに思っていて、話が進んでるとですね、違う方向に持っていくなんてすごい勇気がいることなんですよ。グループディスカッションで一番ダメって言われてるのが空気を壊すことです。そういうふうになりかねないアクションですけど、悲惨のコミュニケーションの取り方とか提案の仕方だったら、チームがいい方向に進んだんですね。いい方向性に持ってくれた貢献度の高さっていうところは素晴らしいアクションだったなっていうふうに思います。逆にですね、ちょっともったいないかなっていうふうに思ったのがですね、声が少し小さいかもなっていうふうに思いました。すごい大きく話す必要はないんですけれども、あとちょっとだけ意識すると、すごくいい意見なので、もったいないかなっていうふうに。ありがとうございます。中村さん、行こうかなというふうに思います。最初のところがですね、すごいいいシーンがありまして、かけひさんの、ここ置いたらいいんじゃないっていうふうに言ってくれた時に、ナイスアイデアいいねっていうのが、最初ってどうしても硬くなりがちというか、そういう進み方することがすごく多いんですけれども、やっぱり受かるか落ちるかっていう時に、どういうところが重要になるかっていうと、一緒に働きたいと思ってもらえたら受かる。そうじゃないと思ったら落ちるっていうシンプルな話の時に、やっぱりみんなニコニコしてる人と一緒にいたいんですね。全体がにこやかに進むような雰囲気を作ってくれるっていうのは、すごくチームにとって貢献度が高いアクション、非常に良かったなっていうふうに思います。全体を通してっていうところでもポジティブというか、そういう雰囲気で発言してくれているので、他の人がどんどん発言しやすくなるような、そういう空気とかを作ってくれている部分が非常に良かったなっていうふうに感じます。逆にですね、発言のところですね、ちょっと思いつきで出してる部分とかがあるのかなっていう風な感じるシーンがあって、話の流れがちょっとこっち行っちゃったなっていう時に、チームとして戻そうとしてる瞬間、戻そうとしてる瞬間にポーンと違う方向の意見というか、それが価値を生む時もあるんですけれども、この15分間という限られた中で結論にたどり着くぞっていうチームで向かっている時に、どういう目的を持って今話してるんだろうか、話の中のどこのパートをやっていて、どういうことがチームとして必要なのかみたいなところを考えながら発言できるようになると、持ち前のキャラクターの良さと質っていうのが伴って、よりパワーアップできるんじゃないかなっていうふうに感じます。高橋さん、行こうと思います。まずですね、高橋さんも序盤にすごい良くて、前提をですね、かけひさんが確認して、それで行きましょうって言ったすぐ後にですね、男性陣がこういうのなくなるんじゃないみたいな話がバーって始まったんですよ。でもその時って何をやってるパートだったかっていうと、まずこの15分間をどういう時間の使い方をしていくか話しましょうっていうタイミングだったんですね。ここでさっと今時間なんで先にそれ決めませんかっていう風に入ってくれたと思うんですけど、それってやっぱなかなか入りづらいと思うんですよ。そこをすぐ立って入ってくれたんで、そこでの時間のロスっていうのがなくなったっていうところはすごく良かったなと思います。また高校生もどういう切り口で行くのかみたいな時に、20年前を考えたら20年後も分かるんじゃないかみたいな切り口っていうのも結構最初に出してくれているところが多かったですし、定義付けをするっていうところでも、どういう仕事がなくなるのかなみたいなところで、中村さんが AI の話を出してくれたりとか、中村さんがアパレルだったりっていう話を出した時に、インパクトが何かっていうところを定義しないと結局最終的に決めれないなって思いながら聞いたところを、高橋さんが次
インパクトのところを話しましょうかっていうふうに議論が進むような土台固めをするっていうところの方向づけをすごくしてくれていたっていうふうなところとかも非常に良いなっていうふうに感じました。あと高橋さんが進めてた方向性に対して柿木さんがこっちの方がいいんじゃないっていう違うことを言った時にスッとそっちに確かにっていう感じで嫌な雰囲気一つ出さずに移ったんですよ。本当に自分が進めようと思ってる方向性違うこと言われた時って多くの人って嫌な気持ちになって自分の思ってる方に進めたいっていう空気って結構にじみ出てしまうようなそういう人の方が多いなと思うんですけど、そういうのとかが全然なくしっかり前に進むためにあ確かになっていうふうに思って話をしてるんだなっていうのが見てて感じたので、やっぱりそういうキャラクターっていうのは最初から仕事できる人なんていないっていうふうに思っていて、じゃあより早く仕事ができるようになりそうな人、素直で吸収力高くてっていう人を採用したいなと思ってる時にすごくグループディスカッションならではで見れる角度の自分がちょっと否定というかどういう態度するのかなみたいなところとかで言うと私的にはすごくプラスのポイントなんじゃないかなっていうふうに感じました。アウトプットに対してで言うとまあありかなっていう部分ともったいないかなみたいな部分で両方持っていて、まあありかなっていう部分でいくと今皆さん学生なんで学生で一番身近って言ったらやっぱり教育業界っていう風なところで行き着くっていうのはさもありなんというかもったいないかなと思った部分は教育業界でオンライン化が進んだら塾講師が減るとインパクトが大きいのか学生にとってっていう風に私だったら考えた時にどうなのかなと思うんですよ。というのも例えば授業を受ける側だとするとオンラインですごい優秀な先生が東京の最高の予備校でしか受けれない授業を北海道の田舎でも受けれるようになるってこれ学生にとって普通にいいことなんじゃないのって思うんですね。もう一方で働き手学生って結構アルバイトを塾講師する人多いと思うんですよ。その塾講師のアルバイトがなくなったそれって本当にインパクトなのって思うとそういった仕事はなくなったらじゃあアルバイトなくなるのっていうとまた新しく出てきた別のアルバイトをすることができると思うんですね。かつそのアルバイトっていうのは AI だったり IT 化によって置き換えられてしまう生産性時給単価の低い仕事ではないアルバイトをすることができるようになると思うんですよ。っていうのって学生にとってそれがなくなることってどうなんだろうかみたいなことを私が突っ込むと思ってしまうので学生に対するインパクトっていうところで絞るにしてももうちょっとその定義付けはできたりするのかなと思いました。知らない人とずっと話すっていうのも知らない人確かに経験がなかったので結構もう緊張しちゃいましたし今何話してるんだっけみたいな頭の中での整理が追いつかなくなったりとかで大変でした。私はグループすごいものなのかなって YouTube で見て勉強したんですけどいざやってみるのが初めてで、こんなにも自分できないんだなって思ってでもこのやることでその自分の欠点だったりっていうのが分かったのでそれを次回に生かしたいと思いました。オンラインでのグループって結構多いと思うんですけど、はい、じゃあ逆にオフラインってなった時にどんな感じなのかなっていうのをしっかり体感できたのがすごく良かったですし、自分がこんなにもグループって全然できないんだなっていうところは改めて実感できたのですごく良かったなって思います。オンラインのグループと違って他の方々の表情だったりとか目の取り方見て思考性とかがすごく分かった一方で画面共有とかができないので全員の思考の一致度だったりっていうのをすごく測るのが難しいなっていうふうに実感しました。ということで視聴者の皆さんもこの動画を参考にこれからのグループディスカッションを受ける前とかにまた見返していただけたらなと思います。岡本さんの YouTube チャンネルは下の概要欄に貼ってあるのでよかったらチャンネル登録の方をお願いします。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくのでよかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。